よー、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。本日は森のキノコクラブということで、はい、いつもうちの動画のメインは車、うん、車のいじり維持を主にアップしておりますが、今回はね、うんうん、ちょっと車から離れまして、はい、今の時期といえば夏休みでございます。夏休みといえば自由研究でございます、はい、子供たちもね、自由研究で別なものを育成しておりますが、うんうん、ちょっと親の私たちも自由研究じゃありませんが育ててみようかなと思い購入してみました、はい、まあね、子供たちに育てるって買ったんですけど、うん、いらねえって言うんで育てることになりましたので、はい、開封していきたいと思います。はい、お願いします。開封。あ、箱の中にカット書いてます。はい、はい、もう何を育てるか書いてますね。はい、森の椎茸農園って書いてますね。はいこの椎茸を育てていくわけですが、はい、うんうん、まあ、ついてきたのはまずこの箱と、うん、カタログですね。じゃあこれを開けていきます。はい。お、なんか、またテープ貼られてる。いや、大丈夫。はい、じゃじゃん。お、床だ。木だ、金。ほんとだ。ほら。あ、よくキノコ園とかでありそうな。ここだね。うん。うん、これと、うん、ビニール袋と栽培マニュアル。おお、いいね。まあ、シリーズいろいろ売ってるみたいですね。あ、ほんとだ。いろいろあるんだね。はい。ほうほう。とりあえずね、やっぱり定番の椎茸ですね。はい。まずはね、うん、この栽培ブロックを袋から取り出して、はい、水で洗えと。ほう。で、付属の袋に入れ、口を半分折り込みクリップで止め、直射日光当たらない場所で管理する。うーん、そうすると収穫できると。ほう。っていう感じですね。はい。そんな感じですよね。はい。あ、傘まで成長して、うん、潰れたキノコがあれば取り除いてから返してください。あ、了解です。もうすごいね、なんかね、すごいね。すごい。おお。ということで、こいつをね、うん、水洗いして、はい、この付属のね、袋さんに入れていこうかなと思います。はい。で、今後はね、こいつがね、うん、時々動画に上がったり、うんうん、ショートの方に上がったり、うん、まあ、なんだかの形で上がっていく、はい、まあ、夏休みの、そうですね、成長過程を、そうそうそう、自由研究のね、はい、ブログみたいな感じで、はい、やっていこうかなと思っております。はい、はい。ではまずこいつを、はい、開封して洗います。はい、はい。じゃあね、まずこう袋から取り出して、うんうん、水で洗い、はい、栽培開始です、ね、袋に入れてクリップで、まあ、洗濯バサミで留めた、はい、1日1、2回程度、うん、袋を開け霧吹きで全体に水、うんうん、しっとり濡れた状態で保て、ほうほうほう。あ、まあ、袋から出してシュッシュするってことだね。ほら、そうだね、ほんとだね、うん、で、こう芽が出て、うーん、すごい、収穫と、はいはいはい。で、まあ、これ収穫、これダメよ、これ OK よって、なるほど。で、2回目、3回目と給油をさして水にずっとつけておいて2回目、でも2回目はちょっと少ないね。あー、そうだね、やっぱりね、うん、うん、でも、まあ、取れるだけ、ね、だいぶ取れそうな、やっていこうっていう、うん、ちょっと期待を込めてちょっとね、育てていこうと思います。はい、はい、じゃあまあとりあえずね、このままどうなるか、はい、そうですね、今日が初日ということで、はい、じゃあこれでね、育てていこうと思います。はい、今回この森の椎茸の園、はいはいはい、椎茸をこの夏休み自由研究で、うん、パパとママが育てていくという、はい、
感じでね、はい、大人の、あの自由研究をしていこうと思います。はい、はい、では今後もねよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。